皆さんこんにちは。手直し看護塾の青柳です。今回は頭痛、めまい、意識障害の鑑別疾患の話をしていきたいと思います。まず頭痛ですけれども、患者さんが頭痛を訴えていた場合にどんな疾患を考えますかね。まあ、これいろいろあるんですけれども、まずですね、この辺はまあ細かいところまでは覚える必要はないんですが、大きく分けて一次性頭痛と二次性頭痛というものに分けられます。でこれどういうことかっていうと、原因疾患のないものを一次性頭痛というふうに呼んでいて、原因疾患のあるものを二次性頭痛というふうに呼んでるんですね。中身の疾患の細かいところはですね、とりあえずは覚えなくていいかなというふうに思いますが、これ大事なことはですね、二次性頭痛は生命に関わるものが多いので、見逃してはいけないと。当たり前といえば当たり前なんですが、死亡してしまう疾患に関しては見逃してはいけませんよということですね。で、我々看護師はですね、患者さんの診断をするという必要性はないわけですね。医師が診断をする時にですね、この患者さんって、死亡してしまうかもしれませんよっていうことは絶対伝えなければいけないわけですから、診断名は分からなくてもいいんですが、今すぐ診断あるいは治療した方がいいんじゃないかということを医師に対して報告できなければいけないわけなんですね。どうしてもですね、病名まで当てなければいけないというふうに思うかもしれませんが、はっきり言って病名は何でもいいんですよ。それは医師が診断してくれますので、病名に関しては何でもいいと思います。ただこの患者さんってこのまま様子見てはいけませんよということを判断できればそれでいいということですね。で特にですね、入院中に頭痛を訴えてきた場合にどういうことが考えられるのかということは、知っておかなければいけない。で前回ですね、頭痛の患者さんを見た場合には、脳の病気なのか、中枢神経系の病気、疾患なのか、それ以外かということに分けましょうという話をしましたよね。中枢神経系、頭蓋内圧出血というものがあります。これは、名前としては非常に有名ですが、くも膜下出血とか脳出血、これは入院中に起こり得ますよね。そしてニトログリセリン製剤を使っている場合に、ニトログリセリン製剤でね、血管を広げる病気ですので、血管が広がることによって頭痛を訴えてくることがあります。でこれは薬剤性の頭痛ということになるんですが、患者さんはね、結構辛い思いをするんですけれども、致死性の疾患ではありませんよね。そして感染症、普通に風邪をひいてもですね、頭は痛くなりますけれども、入院中に出現する頭痛ということで、入院中にね、インフルエンザにかかる方って、たまにいるんですね。ですから可能性としては当然ありますよねと。で細菌性の髄膜炎もですね、それほど多いわけではないんですけれども、これもね、ないわけではないので、感染が原因で頭痛を起こしてくることもありますよと。そして異原性、腰椎穿刺を行った後にですね、激しく頭を動かしたりすると、頭痛が出現することがあります。ですので入院中に頭痛を訴えてきた場合には、頭蓋内の疾患なのか、薬剤性なのか、感染症なのか、異原性なのかっていうことをね、考えていくと少し鑑別がしやすくなるかもしれません。例えば腰椎穿刺をした後にですね、なんか患者さんが少し動いていたなと、そういうことを情報として持っていて、その後頭痛を訴えてきた場合には、もしかするとインフルエンザかもしれないとは考えませんよね。もちろんインフルエンザかもしれませんけれども、検査前確率ってことを考えると、この患者さん頭を動かしていたので、おそらく腰椎穿刺後の頭痛だなというふうに考えることができるわけですね。患者さんが頭痛を訴えていた場合にはですね、痛みの評価の基本というものがあるんですね。でこれは到達力で見抜く急変予兆を、お持ちの方は紹介しておりますので、全部覚える必要はありません。こういったものがあるんだなっていうことを知っておいてね、なんだっけという場合は、本を見ながら、別にこの本じゃなくても構いませんが、自分のメモ帳とかに、載せておいて、それで、確認しながら報告するといいと思います。なぜかというと、医師はですね、頭痛の患者さんを目の前にした場合に、この OPQRST という考え方で情報を、取っていくんですね。ですから我々がですね、医師の情報取得の方法と同じように情報を取得することができれば、医師が欲しい情報を提供することができますよね。気をつけなければいけないのは、
報告する場合には、僕が言いたいことを伝えるのではなくて、受け手が欲しい情報を、提供するっていうことが重要なんですね。ですので、患者さん頭痛がありますよっていうふうにあった場合には、どんな感じで痛みが出現したんですかっていうのが発症様式ということになります。でそして、何かすると頭痛がですね、強くなるのか弱くなるのか、あるいはどんな感じの痛みなのか、場所はどこなのか、放散痛はあるのかどうか、随伴症状、例えば嘔吐を伴っているとか、麻痺を伴っているとか、瞳孔不動があるとか、そういう症状は、あるのかどうか、そして時間の経過はどうか、こういう情報をですね、提供すると医師はですね、どういう疾患で頭痛が出ているのかなっていうことがなんとなくわかるわけです。でそうすると、当然ですね、くも膜下出血と、薬剤性の頭痛とか、インフルエンザでは対応が変わってくるわけですね。ですので、医師の欲しい情報を医師の取り方で、取得していくっていうことが重要かと思います。で痛みの特徴というのは基本的に体の中で、何が出てくる起きているかっていうと、こう突然出てきた痛みっていうのは、血管とは限りませんけれども、何かがですね、詰まってるか裂けているか、ねじれているか破れているかというところで痛みが出てくるんですね。ですからこういうものっていうのはですね、緊急性が高い痛みになってきます。例えば詰まるというのは、痛みでいうとですね、こう代表的なところは心筋梗塞がありますよね。急性心筋梗塞は冠動脈が詰まっている病気です。あるいは、裂けるというのはですね、例えば、大動脈が裂けたりする、大動脈解離という疾患がありますが、これは裂けて痛みが出てきますよね。ねじれるというものは何がありますかね。ねじれるというのは、例えばですね、抗薬性の腸閉塞というものがあると思います。これは、腸がねじれてますよね。あるいは卵管とか精巣などがねじれて強い痛みが出現するということもあると思います。そして破れるというのはですね、くも膜下出血の場合には脳の動脈瘤が破裂をして、それで痛みが出ますよね。ですから、突然ね、強い痛みが出てきた場合には、どこかの部分がですね、詰まっているか裂けているかねじれているか破れているか、この辺のことをこう考えていくと、どういう疾患かっていうことが、こう類推しやすいということですね。で時間の経過っていうのは結構重要なんです。例えばくも膜下出血っていうのはですね、突発再興持続っていう特徴を持っています。絶対にそうというわけではないんですけれども、一般的にはくも膜下出血って突然頭痛が発生して、でそれがですね、いきなりもう最強の頭痛になるんですね。3ヶ月前から何か頭が痛くて気がついたらば、くも膜下出血になっていましたっていうことはですね、基本的になくて、くも膜下出血というのは突然動脈瘤がパーンと破裂して、それで痛みが最高点に達して、しかもそれが収まらないという特徴を持っています。いろいろありますよね。実際にはその警告頭痛とか、いろいろありますので、絶対ではないんですけれども、突発再興持続っていうね、そういう痛みが出現している場合には注意しなければいけませんよということですね。で感染症の場合にはですね、だんだんですね、症状が強くなってくるっていう特徴があります。ですから、突発で最高の痛みが出てくるわけではないんですね。だんだん悪くなってくる。ですから、患者さんとかにこう話を聞いたりすると、今日朝起きてからね、痛いんですよっていう場合には、だんだんね、こう悪くなってきているという場合には、感染症の可能性がちょっと高いかなという感じでしょうかね。で脳腫瘍とかっていうのはですね、これ時間の経過が非常に長いんですね。3ヶ月前から症状があって、で全然ね、こう強くも弱くもならないと、ずっと、同じような感じで続いているというのが脳腫瘍のような感じの頭痛ということになります。片頭痛は、これは痛くなったり、そのうち治まったりでもまた痛くなったりということをこう繰り返しますよね。ですので、これは逆に言うとくも膜下出血っぽくないということになってきます。絶対ではないんですが、時間の経過っていう情報は重要なんですよと。医師に対して、先生、誰々さん頭が痛いということだけを伝えるのではなくてね、OPQRST を意識して医師に報告をするとですね、先生たちは診断を決めやすいと、どういう病気かってことが考えやすいので、結果的にですね、どういう検査をしようかってことが決めやすいということですね。続いてめまいの話をしていきたいと思います。
めまいはですね、いろいろ疾患がありまして、まあこれ悩みますよね。中枢神経系の疾患かもしれませんし、非中枢神経系の疾患もたくさんあります。おそらく頻度として一番多いのはですね、良性発作性頭位めまい症 BPPV というものがありますけれども、これがですね、まあ、頻度としては多いかなと、まあ、ですがそう見えてもですね、実は脳梗塞だったっていう可能性もありますので侮れないということですね。でめまいもですね、種類がいろいろあってですね、まあ、回転性のめまいとかですね、不動性とか動揺性とか、まあ、全失神というものがね、あったりして、患者さんがめまいがしますって言っている場合にはどんな感じのめまいなのかっていうことを確認しておく必要があるわけなんですね。まあ確かに患者さんからすると回転性のめまいです。まあ、そういう言葉を使って言ってくるってことは、まあ、基本的にないと思うんですね。めまいがしますというふうに、まあ、言っていて、で、よく話を聞いてみると、まあ、実はぐるぐる回るとかって言っている場合には、まあ、回転性かなとかね。まああるいは、いや、そうじゃなくて、血の気が引く感じがするんです。という場合には、まあ、これはですね、これ全身心のことを言ってるのかっていうふうに、まあ、考えることができますので、まあ、話を聞くっていうことはですね、患者さんの言ってることを鵜呑みにするのではなくて、質問をするっていうことが重要なんですね。こちら側から質問をして、聞きたい情報を聞き出すっていうことが、まあ、大事になってきます。で、めまいを訴えている場合には、どんな感じのめまいかっていうことを確認しておく必要があるわけですけれども、例えば、目が回る、周りが動いている、ふわふわ浮いていると、まあそういうふうに訴えている場合には、神経性かな、内耳性かなというふうに考えることができます。もしかすると、失神かもしれません。失神の場合には、まあ、突然意識を失います。これ、ブラックアウトっていうふうに言いますけれども、まあ、突然ですね、電気が消えるように意識を失う患者さんが、と、まあ、意識が落ちてしまうと、そういう場合には、ね、血流障害が考えられます。原因としては不整脈かもしれませんし、血管拡張性や起立性などが考えられるということですね。転換もですね、まあ、これは場合によってはめまいというふうに患者さんが、訴えてくるかもしれません。転換もいろいろありまして、痙攣している場合もありますし、まあ、痙攣しないタイプの転換もありますよね。ですから、意識障害なのか、痙攣なのか、失神なのかが、よくわからない場合があるということですね。そして、まあ、意識障害ですけれども、これはですね、様々なんですね。まあ、後からね、アイウェオチップスというものをご紹介していきたいと思いますが、まあ、患者さんがですね、まあ、めまいがある、まあ、あるいは、なんか意識状態が悪いなというふうに思った場合には、めまいなのか、失神なのか、痙攣なのか、意識障害なのか、まあこれできればですね、まあ、区別して、情報を取れるとまあいいのかもしれません。で、その情報を取ることによって、結果的には、まあこれ診断に結びついてくるわけですね。ですので、入院中には、まあ可能性があるものはどういうものがあるのかっていうことを少し挙げていきますと、脳梗塞や脳出血は起こす可能性はありますよね。そして、良性発作性頭位めまい症 BPPV というものをご紹介しましたが、こういったものもですね、まあ、すごい多いというわけではないんですが、やはり可能性としてはあると思います。血流障害で不整脈は、まあ、あるでしょうね。血管拡張性や起立性、この辺もあるかもしれません。血糖異常や貧血、これもありますよね。そして、いろいろな薬を使っていますので、薬剤性として、まあ、代表的なものは循環器系の薬、中枢神経系の薬、あとはですね、泌尿器系の薬も、まあ、関与してくることがありますので、どういう薬を飲んでいるかっていうことはですね、まあ、情報として重要なんですね。では、まあ、いくつかのですね、疾患に対して、軽くですね、ご紹介していきたいと思います。まず BPPV、まあ、良性発作性頭位めまい症というものをご紹介してきましたけれども、まあ、これね、少しこう聞きなじみはあまりないかもしれません。救急外来とかで仕事をしているとですね、まあ、BPPV だねというふうに、まあ、診断されてですね、それでまあ少し様子を見ていて、まあ、帰るということは、まあ、実は結構多いんですけれども、まあ、その悪性の疾患ではないので、まあ、名前の通り良性ってついてますからね。ですから、まあ、それほどですね、まあ、我々看護師の意識に残っている疾患ではないのかもしれませんね。で、これはですね、どういう疾患かっていうことは、まあ、細かいところはね、覚えなくてもいいと思いますけれども、
頭位の変換によって、まあ、内耳、これ、まあ、厳密には、広汎器官というところがあるんですけれども、そこが刺激されると、回転性のめまいがまあ出現すると。で、先ほどもまあお話ししましたが、救急外来を受診するめまいの中では、まあ、頻度が高いんですね。ですので、まあ、知ってる人は知ってるし、まあ、知らない人は知らないという感じですかね。大きい嘔吐を伴っている。あとは、まあ、眼振。まあ、目を見てみるとですね、こう目は、瞳孔がこう揺れていると。まあ、そういうことがね、伴ってくることがあります。で、緊急性は、まあ、ないんですけれども、本人としてはやっぱり辛いですよね。で、まあ、エプリー法というものがあるんですが、まあ、そういったものをこう頭をね、こう動かすものがあるんですけれども、そういったものを使うことによって、まあ、治せる可能性があるということですね。まあ、ただ、BPPV だろうというふうに考えていたけれども、実は脳卒中だったという可能性がありますので、これ、やっぱり重要なことはですね、消失しないめまいの場合には、脳卒中を考えることが重要ということですね。他にはですね、脳卒中の場合には、高温障害や麻痺という随伴症状があるかもしれません。ですから、例えば、最初は BPPV だろうというふうに思っていたけれども、いや、待てよと、なんか、高温障害があるぞと、あるいは、麻痺があるぞという場合には、これもしかすると、脳卒中なんじゃないかということをですね、積極的に考える、疑うということが重要になってきます。まあ、あとはですね、迷走神経反射というものがあります。これは、神経調節性失神というふうに言いまして、これはですね、まあ、悪い病気ではないんですけれども、まあ、結構ね、臨床的には焦るんですね。バーガルリフレックスというふうにこう言いますけれども、よくですね、まあ、ワゴットにとかって言ったり、まあ、あるいは、まあ、ワゴったと、まあ、言ったりすることがあるんですけれども、迷走神経反射で、まあ、ストレスその他の理由で迷走神経、まあ、副交感神経ですね、が興奮して、一時的に血管拡張して、脳血流が減少することによる一時的な、まあ、失神ということですので、これはまあ悪い病気ではないんですけれども、ただ、まあ、めまいとかですね、意識障害が出現して、で、大きい嘔吐、まあ、気分不快で、まあ、眠気、あくびなどをこう伴ってくると。で、数分で回復して治療は必要としないんですけれども、迷走神経反射でいいのかどうかっていうことが、まあ、最初はわからないんですね。もしかすると、くも膜出血、あるいは、動脈栓症候群、完全防止ブロック、心筋梗塞、肺血栓塞栓症と、そういう可能性がありますので、結果的には、迷走神経反射だったので、よかったねっていう話になるんですが、この患者さんにこう遭遇すると、最初はね、やっぱりまあ焦りますので、最初から大丈夫だろうと思わずに、これはまずい疾患かもしれないっていうふうに考えて、結果的には、迷走神経反射であれば、とりあえずそれぞれでよかったということですね。まあ、患者さんとしてはね、結構びっくりしますし、あるいは家族もね、びっくりしてしまいますので、この辺は、まあ、慎重に説明する必要がありますけれども、緊急性の高い疾患ではありませんが、緊急性の高い疾患との鑑別が必要ということですね。次に、意識障害の話をしていきたいと思います。意識障害は、まあ、どういう疾患が考えられるかというと、これはですね、中枢神経系の疾患と、それ以外に分けていくということがまあ重要です。で、数が多いのでですね、世の中にはですね、アイウェオチップスっていう考え方があるんですね。これもたくさんありますので、まあ、覚える必要はありません。で、覚える必要はありませんが、まあ、こういったものがあるんだなっていうことは、まあ、知っておいてほしいと。で、これは日本だけではなくてですね、全世界共通の、まあ、意識障害の鑑別の仕方ということですので、覚えておくといいと思います。洞察力で見抜く急変予兆にもね、まあ、載っていますので、ここもまあ参考にしていただければと思いますが、覚える必要はありません。意識障害があった場合には、こう、あからで、全部こう潰していくんですね。アルコールは飲んでいないよね、と。これ実際には、まあ、アルコールなんて飲んでるはずないだろうというふうに思うかもしれませんが、アルコールを飲んでいなかったとしてもですね、まあ、ちょっとややこしいんですが、厳密には、アルコールに起因するウェルニッケ脳症とかっていうのもありますよね。これは、まあ、ビタミン B1 を点滴したりすると回復してくるんですけれども、まあ、なのでね、アルコールだけではないんですね。この辺が少し難しい。ですから、まあ、我々看護師としては、まあ、とりあえずですね、ざっくりとしたところを見ておけば、まあ、いいかなと思いますけれども、アルコールは、の可能性はないよね、と。で、入院中にアルコール飲んでいる人って、まあ、いないわけじゃないんですよ。僕は何人かに遭遇しましたので、あっていうところがね、
ですので、いやバレちまったみたいな、いやバレちまったじゃねえよというふうに思うんですけれども、やっぱりね、まあ、どうしても飲みたいという人も、まあ、実際にはいるんですね。ですから、これはアルコールの可能性は絶対ないっていうふうに、まあ、思ってしまうのは間違いの始まりですので、アルコールの可能性はないよねっていうことをしっかりと確認するということですね。で、まあ、インスリンというものはですね、まあ、これは、まあ、低血糖というふうに書いてありますが、まあ、実際はですね、高血糖の可能性もありますので、まあ、低血糖あるいは血糖異常というふうに考えておくと、まあ、いいかもしれません。その他にも、まあ、一個一個こう読み上げませんけれども、まあ、ここに書いてあるものは、まあ、必ず鑑別しましょうと。これでなければまたこう迷宮入りしてしまうということがあるんですけれども、IUO チップスで上から、ね、こう順番にこう潰していくとですね、まあどういう疾患かということがまあ見つけやすいということで、まあ、こういうツールを世の中の医療従事者は使ってますよということですね。で、入院中に出現する可能性の高い意識障害ってどんなものがありますかというと、これはまあ頭の病気とそれ以外という話をしましたが、まあ、IUO チップスを全部見ていくかっていうと、まあ、実際にはですね、一個一個見てる場合ではないので、まあ、やっぱり可能性の高いものを引っ掛けていく。まあ、そうすると、まあ、頭蓋内の疾患で、意識障害は出ますよね。敗血症っていうのを、まあ、これは可能性としては、まあ、かなり高いと思います。他にも、まあ、不整脈などの血流障害。これも可能性は高いですよね。血糖異常、抗二酸化炭素結晶、抗アンモニア結晶、電解質異常、この辺も可能性は高いですよね。そして、迷走神経反射、薬剤性、この辺も、まあ、十分にあり得ますよね。ですから、こういったことを念頭において、患者さんの評価をすると、まあ、医師が欲しい情報を、まあ、提供しやすいということですね。で、やっぱりですね、まあ、僕がこう思う、これ完全に僕の印象なんですけれども、頭痛、めまい、意識障害って、こう、捉えるところがないんですよね。何が起きてるのかっていうのがですね、よくわからないっていうところがあってですね、まあ、個人的には、まあ、ちょっと苦手です。例えば、共通って簡単なんですよ。突然出てきた共通の場合には、これは心筋梗塞かどうかは分かりませんけれども、心筋梗塞は絶対に除外しなければいけないので、すぐに心電図を取ってっていう、そして先生に報告してっていうふうに動けますよね。ですから、患者さんが突然胸が痛いっていうふうに言ってる場合には、迷いなく行動できますので、まあ、重大なことが起きているのかもしれませんけれども、ただ迷いはないわけですから、そういう意味では簡単だと思うんですね。ところがですね、頭痛、めまい、意識障害の場合には、まあ、最終的にどういう疾患かっていうこともわからないこともまあありますし、まあ、いくつかは鑑別していってようやくっていうこともまああったりすると。そして、まあ、結果的にはまあ悪い病気ではなかったってこともまああるわけですし、そう思っているとですね、緊急性の非常に高い疾患ってこともあるわけですね。ですので、まあ、ちょっとね、こう捉えどころがなくて、まあ、個人的には苦手だなというふうには思っています。まあ、ですから、まあ冷静にですね、頭の病気なのか、頭以外なのか、窒息なのか、窒息以外なのかということをね、こう冷静に判断していくということがまあ重要かなと思っています。なので、頭痛、めまい、意識障害の中で、結局、見逃してはいけない病気ってことは、まあ、窒息性疾患ですから、この窒息性疾患を見逃さないために、そもそも入院中にはどんなものが発生するのかっていうことを知っておけば、見つけやすくなりますよね。可能性が非常に低い病気を考える時間はないわけですよ。ですから、なんかこの人、頭痛訴えてるな、めまい訴えてるな、意識障害あるなと思った場合に、絶対に見逃してはいけない病気を確実に見つけましょうと。そう考えると、もう的を絞らざるを得ないと。ですので、可能性の高い疾患を知っておけばいいわけです。じゃあ何があるかというと、これは脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、敗血症、不整脈、血液成分異常と。このあたりをですね、まあ、見つける。このあたりに的を絞って情報を集めてくるとですね、高い確率で医師が欲しい情報を提供することができるかなというふうに思っています。まあ、今回のシリーズ、まあ、血圧低下編、まあ、あるいはですね、サチュレーションが、まあ、低下した場合というものがこうありますけれども、まあ、シリーズで、作っておりますが、まあ、これはですね、
血圧が下がる状態っていっぱいありますし、サチュレーションが下がる状態っていっぱいあるんですけれども、入院中に絶対見逃さない、見逃してはいけない、あるいは、頻度の高いというものに的を絞ってね、お話をしていますので、今回は脳梗塞、脳出血、くも膜出血、肺血症、不整脈、血液成分異常、ここに的を絞ってですね、勉強していきたいと思います。これが全てではありませんが、ここから始めると、非常に、成長のスピードを上げることができると思います。成長のスピードを上げることができると、それは必ず皆さんの自信につながると思います。もし皆さんがですね、今あまり自信がないということでも、これを見た後にですね、もしかしてこの患者さんって脳梗塞なんじゃないかっていうふうに考えて、先輩とか医師に報告をすると、脳梗塞をですね、もし早期に発見して、その患者さんがですね、これ後からもまたお話をしますが、TPA っていう薬を使えばですね、完全に麻痺がない状態で退院することができるかもしれません。そしたらですね、患者さんからはすごい感謝されると思います。あるいは先輩とか先生からもですね、よく見つけてくれたというふうに言ってもらえるかもしれません。その積み重ねが自信につながってくると僕は思うんですね。いくら教科書で勉強していてもですね、なんかよくわからないっていう状態からは抜けられません。ですので、的を絞って勉強して、それで経験値を積むと。そして実際に患者さんに役立って、ありがとうと、言ってもらえるかどうか別としてもですね、患者さんに役に立つことができるという自信がですね、皆さんの支えになってくるかと思いますので、このあたりから勉強するといいのかなというふうに思っています。で、頭痛、めまい、意識障害、そして、あとはですね、麻痺の有無、心電図の異常、採血、この辺を組み合わせて見ていくとですね、結果的には、医師が欲しい情報を提供しやすくなってくるかなというふうに思います。ですので、例えば、脳梗塞っていうのは、基本的に頭痛は、あまりないんですね。絶対ないわけではないんですけれども、基本的には、頭痛を訴えることはあまりなくてですね、めまいは訴えやすいですし、で意識障害は、脳梗塞の程度によりますね。基本的には意識障害は来たしません。ただ脳梗塞もですね、非常に大きな脳梗塞で頭蓋のやつが更新しているようなレベルのものは、意識障害がありますので、この辺は三角にしておきました。で麻痺は出るんですね。でこのめまい、意識障害、麻痺っていうのは実は脳梗塞と脳出血は両方とも出ますので、これ区別つかないんですね。ところがですね、心房細動があると脳梗塞の可能性が高くなってきますので、この辺は医師が欲しい情報です。そして採血で分かるわけではないので、ですから、心電図とか他の身体所見、こういったところが重要になってくる。医師の欲しい情報は何なのかということを知っておく必要があります。ですので、この表にまとめてあることを使うことによってですね、この患者さんに何が起きているのかっていうことが分かりやすいわけですね。最終的には違うかもしれないんですよ。例えば、脳梗塞かなっていうふうに思っていたけれども、実は血液成分異常だったっていうことは十分に起こり得ますので、例えばですね、脳梗塞と低血糖というのは、区別がつかないというふうに言われています。全然違う病気じゃんというふうに思うかもしれませんが、実際には区別をつけるのが難しいというふうに言われているんですね。ですので、そのために検査が必要になってきます。血糖を測れば一撃ですよね。ですが、症状だけでは少し分かりにくいところがあります。ですので、どういう情報が必要なのかということを知っておくと。この表をね、丸暗記しなくてもいいんですけれども、ここは説明できると本当はいいかなというふうには思っています。で、この表を、もう少しこうまとめるとですね、意識レベル、麻痺、そして、脈の不整、徐脈かもしれませんが、意識レベル、麻痺、脈の不整があるかどうかっていうことを判断することによって、結果的にはですね、脳卒中、敗血症、血流障害、この辺を見抜くことができます。でもちろん、これだけではわからないことがありますので、脳卒中っぽくないなと、敗血症っぽくないなと、血流障害っぽくないなっていう場合には、これは採血をしていきましょうということなので、見るべきポイントは、頭痛があります、めまいがあります、意識障害がありますっていう場合には、必ず意識レベルがどうなのか、麻痺があるのかどうか、あった場合には、どこにどれくらいあるのか、そして脈の不整があるかどうか、徐脈があるのかどうか、
除脈かどうかはですね、まあ、これは、脈を測れば分かりますよね。ですが不整脈に関してはですね、心電図を取った方がまあいいかもしれませんが、まあ、こういうものを組み合わせることによって脳卒中、肺血症、血流障害というものをですね、判断することができますよということですね。というわけで、まあ、今日見つけるべき疾患というものはですね、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、肺血症、血流障害、血液成分の異常と、患者さんが頭痛を訴えている、めまいを訴えている、意識障害がある、そういう場合に、ここに出ているような疾患につながるような情報を医師に提供すると、それがですね、報告をする内容としては重要となってきます。で、今回は敗血症に関してはですね、これは敗血症とショックに関しては、前回と前々回のね、もので、話をしていて、これ、まあ、持っている方はですね、かぶってしまいますので、この敗血症とショックに関しては飛ばします。ですから、頭痛とか、めまい、意識障害がある患者さんというのは、これは敗血症ショックも考えなければいけないんですが、今回は飛ばしますので、それは知りたいという方はですね、ぜひこちらの方もね、お買い求めいただければというふうに思っています。ではですね、脳梗塞を見ていきましょう。